どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は復刻枠に来ているヨミとアベンチュリーについて、ガチャを引くならどちらを狙うのかまとめていきたいと思います。性能的にはそれぞれ特化したものがありますが、役割が違うため比較して選ぶのは難しいのかなと思います。そこで今回はそれぞれの優秀なポイントを抑えた上で、モチーフの有無や編成など比較をしていきたいと思います。どっちも欲しいけどあえて選ぶならという人向けに解説をしていきますので、参考になれば嬉しいです。また今回に関しては現バージョンの状況で判断をしていきますので、その点だけはご注意してください。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず優秀なポイントの比較をしていきたいと思います。まずはヨミからです。ヨミに関して一つ目は雷属性アタッカーとして最強格っていうところです。雷属性のアタッカーにはカフカやケーゲンがいますが、こちらと比べてみるとヨミの方が火力が出しやすく、弱点無視などがあるため雷属性以外でも対応できるのがいいところとなってます。この3人の中でもダメージが出しやすいってところがあるんですよね。なので雷属性単体で見た時でもヨミはとても優秀なアタッカーっていうところになりますので、属性としてはかなり活躍できる状態となっています。続いて優秀なポイント2つ目です。ヨミキャラがいればバフを最大化しやすいっていうところですね。自己バフが多く火力を発揮しやすいっていうのがありますが、魅力としてはキョムキャラを入れることによって与えられるダメージが 160% になるっていうことです。これは編成にキャラを入れるだけでダメージが上がるので結構強い要素なんですよね。しかも残務獲得にはデバフが使える仲間が必要となるため、編成的にのキョムキャラは入れやすいっていうのがあります。これが本当に嬉しいところなんですよね。しかも星4でもそれなりに強いキャラが多いので組みやすいっていうのもいいとこです。防御デバフキャラを入れればさらにダメージを上げることもできますからね。この点は非常にいいところかなと思います。続いて3つ目です。戦闘以外でも使い道があるっていうとこですね。ヨミに関しては戦闘以外の場面として秘技で雑魚戦を無視できるっていうのがいいところです。しかも軽減値や素材も手に入りますので、道中がかなり楽になります。人によってはレベル上げとかそういったものにも使えますね。これにより模擬宇宙でも周回効率が上がりますので、結構嬉しいポイントとなってます。黄金と機械などをクリアしていない場合は周回をするときに楽な要素となりますので、ぜひ活用してみてください。ヨミは戦闘面だけでなくフィールドでも使いやすいっていうのが特徴ですね。続いてはアベンチュリーの優秀なポイントを見ていきたいと思います。一つ目のポイントとしてはバリア付与効率が最も高いっていうことですね。スキルでのバリア付与が非常に手軽ではあるっていうのがありますが、テンプの発動でもバリアの跳ね合わせができるため意外と効率がいいキャラとなっています。このテンプの発動が本当にいいんですよね。しかもテンプに関しては SP 消費なしでバリアを張り直すってことができますので、かなり効率がいいものになっています。テンプに関してはカウンター攻撃となっていますので、チャージを貯める必要っていうのはありますが、意外と集まりやすいものになってますので、バリアとしては扱いやすいものとなっています。続いて2つ目のポイントです。カウンターで火力に貢献ができるってとこですね。テンプのバリア張りに関してはカウンターっていうのもついてますので、これもなかなかいいダメージが出せます。でこちらのテンプに関してダメージが出せるっていうところですが、防御力を参照にしているところがありますので、防御力を盛りまくるアベンチュリンと相性が良くなってます。しかも防御力を上げることによって会心バフも最大 48% 受けれるようになっています。会心率が高ければ会心ダメージも出しやすくなりますので、意外とダメージが高くなるっていう傾向なんですよね。ダメージとしては大体1万前後です。まあキャラとか編成によってはもっとダメージが上がるっていうとこですね。もちろんモチーフがあれば会心ダメージもさらに上げることは可能となっていますので、ダメージの最大化もできるのが意外と頼もしいところっていうところです。モチーフの有無や味方によってダメージが変動するところはありますが、それでも火力は高い方かなと思います。続いて3つ目です。効果抵抗アップでデバフを防げるというところですね。アベンチュリンのバリアに関しては効果抵抗もアップする効果があります。味方をデバフから事前に守ることが可能になるんですよね。しかもそのアップ率っていうのが 50% となっています。数値としてはかなり大きい数値となりますので、デバフによる致命的な状況を逃れやすいっていうのがありますね。ただし完全に防げるものではないっていうところです。ただ確率が下がるのは嬉しいところっていうところですね。アベンチュリーに関しては耐久枠として十分な要素を備えているっていうところになります。では優秀なポイントについてまとめていきたいと思います。性能的にはそれぞれの分野で突出したものが多くなっています。ヨミなら属性とキョムキャラを活かせる性能、アベンチュリンは耐久としてバリアの効率を高めたキャラとなっています。
どちらも分野特化となっているため、性能的には分かりやすくなっているのかなと思います。それでは、アベンチュリンとヨミの優秀な部分っていうのは分かりましたので、扱っていく上でどれぐらいのモチーフとか突入ゾーンがあるのかっていうのも話をしていきたいと思います。まずはヨミのモチーフについてです。ヨミのモチーフの依存度に関してなんですが、必殺技の残務獲得効率が大きく変わりますので、ヨミの火力に直結するほど依存度が高いものとなっています。正直、引いておかないと難しいのかなっていうレベルですね。通常攻撃でも残務獲得ができるっていうポイントが嬉しいです。しかもダメージも伸びますからね。単純に装備して総合火力が上がります。また、替えの公演水もありますが、ダメージと効率を考えると、凸よりも優先して、この公演水が欲しいのかなっていうところがありますので、依存度はかなり高いなと思います。正直、あるとないとでは全然違いますので、個人的な使用感としては、モチーフはかなり依存度高めだなと思います。続いて、凸についてです。ヨミに関しては、凸を振るなら二凸までしたいっていうのがありますね。特にターンで残務の獲得追加や編成バフのハードルが下がるっていうのが嬉しいところです。編成の自由度がちょっとだけ上がったりとか嬉しいんですよね。ただしモチーフの方がこの残務獲得の効率や会心ダメージ、ゆだめアップっていうのがありますので、凸よりモチーフの方が優先度が高いかなと思います。なので凸の優先度はちょっと低めっていうところですね。必須ではないんですが、凸をするとより強く扱えるっていうものになっています。キャラの性能が上がるので長生きさせれるものと思ってください。それが続いてアベンチュリンについて話していきたいと思います。まずはアベンチュリンのモチーフの依存度についてです。モチーフとしては優先度は高いんですが、他の公演水でもステータスの確保や役割としては問題がないため、公演水としてはそこまで依存度はないと思っています。個人的にモチーフを使ってなくてもそこまで困ったことはないですね。普通に耐久キャラとして扱えます。なのでアベンチュリンの強化というところやデバフの追加で困っていないという場合は特になくても問題はないです。まあ、読み編成に入れててデバフをガンガン入れたいというところであればもちろんありな公演水かなと思いますが、そこまで困ってないのであれば無視してもいいかと思います。ただし孫悟公演水の中では結構性能が高めかなと思いますので、引いてて損はないものかなというところです。ただ必要性とイコールになるかというと個人的にはそこまでないというところですね。続いて凸についてです。凸の依存度としてはアベンチュリンはそこまで高くないのかなと思ってます。まず1凸すると必殺技でバリアの付与ができるようになります。これがあるため利便性がさらにアップするっていうものですね。ですがそもそもバリアの張り性能がめちゃくちゃいいので、そこまで優先度は高くないのかなと思います。もちろんランダム要素が消えるので凸をした方が安定感っていうのは上がるんですが、そこまで困ったものではないっていうところですね。また凸とモチーフを比べた時なんですが、モチーフの方が恩恵がでかいところがあります。そうなってくると凸とモチーフならモチーフ優先でも、モチーフに関してはそこまで優先度がないところになりますので、凸としてはさらに優先度は低めになるっていうところになります。アベンチュリンは無凸無持ちでも全然使えるキャラかなと思っていますので、評価としてはちょっと低めにしています。モチーフと凸についてまとめに行きたいと思います。依存度の高さとしては、読み持ち、アベ持ち、読み凸、アベ凸が一緒ぐらいという感じです。2人ともモチーフの所持で活躍度合いが変わるため、欲しいところではあります。正直あっては損はないですね。ただし、読みの場合に関しては、戦闘効率が大きく変わる部分となりますので、アベンチュリンよりもモチーフ公演戦に関しては依存度がかなり高いというところがあります。必要の度合いで言うなら、読みを引くならモチーフも引きましょうぐらいの感覚です。それでは続いて編成必須キャラの比較をしていきたいと思います。ここでは相性のいいキャラの紹介と相性がいい理由、そしてその他の使い道について話していきたいと思います。ではまずヨミから見ていきたいと思います。相性がいい捕食キャラとしては昇級がおすすめです。こちらの相性がいい理由というところですが、昇級に関しては専用のデバフ昇陣によって敵ターンにデバフを定期的に付与できるようになっています。そのため、ヨミの残務獲得効率を大幅に上げてくれるんですよね。敵のターンが回っても残務獲得機会が増えますので、圧倒的に楽になります。さらに、虚無キャラということで自己バフの手助けもできますので、防御デバフでヨミの火力を大幅にアップしてくれるっていうとこですね。火力面に関しては徹底的にサポートができるっていうとこです。昇級に関しては、ヨミの性能を引き上げる上ではとても相性がいいキャラとなっていますので、ぜひ欲しいところ、組ませたいキャラっていうところになります。ほんと一人いるだけで全然変わりますからね。では、昇級に関してヨミと相性がいいですが、他のキャラとの使い道についても話していきたいと思います。
まず初級に関してですが、防御系デバフは強力ではあります。ですが持続ダメージ自体が倍率がとても低く、火力貢献はしづらいキャラとなっています。どうしても防御デバフに特化した性能となってしまってるんですよね。なので弓編成以外では活躍が厳しい状況となっています。飛翔でも使えるといいんですけど、飛翔編成ともそんなに相性は良くないんですよね。結構難しいところがあります。なので昇級自身が星5というキャラのことを考えると、活躍の幅が極端に狭いっていうのがありますので、ガチャを引くとなった場合結構ハードルの高いキャラかなと思います。弓のために引くのをおすすめしたいっていうのはもちろんあるんですが、他で使いづらいっていうのがあるので、なかなか難しいキャラだなと思いますね。ただ弓が好きな人にとっては必ず持っておきたいキャラだと思います。続いてアベンチュリンの相性がいいキャラを見ていきたいと思います。相性がいいキャラとしてはロビンですね。まずロビンに関しては、追加攻撃の回心バックだったり、必殺技の物理負荷ダメージがあります。これによりアベンチュリンの火力を上げつつ、カウンターで負荷ダメージの発動機会が増やせますので、非常に相性がいいんですよね。アベンチュリン自身の火力を単純に伸ばせるので嬉しい要素となってます。またアベンチュリンと合わせることで SP バランスを取りながら、編成内の追加攻撃キャラのサポートも2人でできるっていうのがいいですね。アベンチュリン単体でも追加攻撃キャラと合わせるのは非常に強いっていうのがあるんですけど、ルビンと合わせることで火力面だったりとか、さらに強化することが可能となっています。耐久と強化両方揃えることがルビンとアベンチュリンでできるようになりますので、非常に相性がいいんですよね。なるべくこの2人は抱き合わせで使っておくと楽だなっていうところがあります。それぐらい相性がいいサポートキャラというところになっていますね。ではロビンに関して追加攻撃特化の話になっていますが、他の使い道もあるのかという話もしたいと思います。ロビンに関しては追加攻撃編成をはじめ、虚構女児やバッパーとして活躍ができる機会が多くなっています。追加攻撃編成で使うとより強く使えるという状況になっていますが、編成にとらわれず使用できるため、アベンチュリンと合わせやすいというところがありますね。アベンチュリンも適応力が高い分、ロビンと一緒に使い回しができるっていうのが嬉しいところです。なので引いても問題がないキャラっていうところになりますね。しかも最近になっては追加攻撃特化のキャラが増えてきましたので、ロビン自体の評価も上がってるっていうところがあります。同じキャラのルアンほど適性が高いかって言われると、汎用性の部分では劣る部分がありますが、それに近いぐらいの性能を発揮できる場面っていうのがありますので、結構万能なキャラかなと思います。トツをしてる人がいれば、よりロビンに関しては扱いやすいっていうところがありますからね。そういった点ではルアンと同じぐらい重宝できる調和キャラとなっています。そう考えるとアベンチュリンと相性がいいってところで、耐久とサポートを確保できるのはいいところかなっていうところです。それでは編成相性をまとめにいきたいと思います。まず編成で合わせるキャラとしては、汎用性などを考えるとアベンチュリンと合わせれるロビンがかなり優秀かなと思います。そうなってくるとアベンチュリンを確保しておくのはいいところかなと思いますね。この2人を合わせておけば、追加攻撃編成は万能になります。カウンター編成でも使えるため、扱いやすい編成っていうところなんですよね。ウンディやクララを使う時にも結構使いやすい味方となりますからね。なのでアベンチュリンを強く使うために副産物を揃えていくってことを考えると、アベンチュリンの方が後々幅が広くなるっていうところです。ルビンに関してはどうしてもデバフ特化で自信で使いたいっていうのが強いので、他で使い回しをするっていうのがちょっと難しいなと思いますね。持続編成とかもパーツが固まっていますが、それに近いと思ってください。ここまでヨミやアベンチュリンの優秀度合いっていうのを見てきましたが、役割内でどれくらいの立ち位置になっているのかっていうのも話をしていきたいと思います。まあ、アタッカーなら何位ぐらいとか、耐久枠なら何位みたいなところの話です。ではまずヨミからです。ヨミに関してはアタッカー枠となっていますが、今では 3,4 番手くらいの位置になっているってことです。ヨミのいるアタッカー枠に関してですが、現在ではホタルや飛翔がおり、この2人が環境的に優遇されていることもあるため、どうしてもこの2人の後を追う形になっています。出た頃は一番強いキャラではあったんですけど、この2人が出た瞬間環境が大きく変わりましたからね。それぐらい差があるかなと思います。弓に関して最適編成を揃えたとしても、効率で勝つのがかなり難しいんですよね。全部編成揃えていますが、弓は戦闘効率はちょっと低めだなと思います。ただこれに関してなんですが、弓自体が弱いっていうわけではなく、弓に関してはまだまだ他の2人よりもパーツが完成しきっていないところがあるんですよね。昇級を入れて残務獲得が向上したとは言いますが、意外と効率がそこまで高くはないように感じています。以前よりも効率は上がってる程度というところなんですよね。なので現在の編成だったりとかを考えると、
アタッカー枠としては3、4番手くらいになるかなというところになってます。ホタルや飛翔に関しては本当パーツがある程度揃っていますので整っているんですよね。それと比べるとヨミはまだまだ伸びしろがある状況となりますので期待値は高い状況かなというところです。ただいつその伸びしろが伸びるのかはわからないところというところです。続いてアベンチュリに関してです。アベンチュリに関しては耐久枠では間違いなくトップクラスというところですね。性能としてはバリアを簡単に張りつつ追加攻撃と連携が可能なため飛翔やジェイドのペアとしてかなり活躍しています。先ほどアタッカーのところで飛翔が環境を取っているって話をしましたがそれのペアとして使えるっていう意味でも評価が高いんですよね。もちろん追加攻撃だけでなく読みをはじめどのアタッカーにも使いやすいっていうことがあり対応力も高くなっています。SP の消費と耐久の性能が非常に優秀なキャラとなっていますので耐久枠としての仕事をしつつ安定感も提供してくれるというところです。ただし全ての編成で使えるかと言われるとそうではなく衝撃波や持続編成では向かないという性能があります。なので頬やレーサーと横並びではあるが適応力っていうのがちょっと突出してるっていう活躍具合になっています。個人的には頬、レーサー、アベンチュリンが横並びになっている状態で環境的にはレーサーとアベンチュリンが追い風状態っていうところになるかなと思ってます。それでは役割内での立ち位置のまとめに行きたいと思います。各役割の立ち位置を見ていた場合ですが環境に左右されやすいアタッカー枠にいるヨミはその影響を受けている最中となっています。そのため向かい風状態になっているんですよね。ただ最適が他よりも揃いきっていないっていうのがありますので期待値は高い状態となっています。本当今後のキャラ追加で変わってくるキャラだと思いますね。それに加えアベンジュリーに関してはバリア耐久としてある程度地位を確立できているところがあります。性能的にもトップクラスとなっていますので耐久枠ということで入れ替えの可能性も少ないことから今後のことを考えても活躍しやすいと予想ができます。どちらとも優秀なキャラっていうところには変わりはないんですが現環境ではアベンジュリーの方が優遇されているような状態で有利になっているっていうところです。ただアベンチュリーに関して言うとアタッカーの優秀度合いが下がった時には一緒に下がる可能性があるキャラでもありますのでその点だけは注意が必要というところです。それでは今回の動画のまとめに入りたいと思います。まずはガチャを引くならどっちがいいのかというところですがこれに関してはアベンチュリーをおすすめしたいと思います。どちらかを優先するとなった場合に関してなんですが耐久枠で追加攻撃編成が活躍できるようになっていますのでアベンチュリンがおすすめというとこです。使ってて思いますが本当バリアが強くて扱いやすいんですよね。また途中の方で追加攻撃編成の話をしましたがノビンがいない状態だったとしても裏庭で活躍ができます。高難度でもバリアが途切れないような状況っていうのは作れますので本当に優秀だなと思いますね。しかも読みとも使えますので先にアベンチュリンを揃えてしまって読みも引くみたいな流れができれば活躍の幅としてはさらに広がるのかなと思います。なので優先度はアベンチュリンというとこです。では続いて読みについてお話をしていきたいと思います。読みが優先されなかった理由としてはアタッカーは入れ替えが激しいからというのが理由ですね。読みに関しては環境の影響をかなり受けているような状況となります。出た当時はめちゃくちゃ強かったんですが、ホタルや飛翔の登場によって入れ替えが発生してますからね。こういった入れ替えの激しい枠っていうことを考えると仕方がない状況となっています。ただ、この2人に関してなんですが、性能が強すぎるっていうことと、環境的に優遇されている、味方の追加の状況とか、結構それが原因になってるんですよね。なので、こればかりは仕方がないなっていうところで巻き込まれてしまった読みとしては、現在はそこまで優先度が高くないっていう状況となってます。ただ弱いかって言われるとそういうわけではないのでそこだけは気をつけておいてください。では読みとアベンジュリンどっちも引けるとなった場合ですが考え方について話をしていきたいと思います。まずこの2人に関しては属性各枠ではトップクラスの性能っていうのは間違いないです。この2人に関してですが読みは雷属性のアタッカーとしては現在でも活躍ができます。アベンジュリンに関しては耐久枠として十分使い回しができるっていうところですね。優遇編成を基準にすると差が出てくるっていうのはもちろんありますが分野特化で見た場合はそれぞれトップクラスの性能っていう感じになります。意外とこの分野特化っていうのは大事なんですよね。まあホタルとか使ってると属性無視してしまうんで属性バランスが崩れておかしいことにはなりますが雷特化っていうところで言えば読みは強いですし耐久枠単体で見ればアベンチュリン自身も強いっていうのがあります。なので性能としてはトップクラスっていうところがありますのでその点だけはご注意しておいてください。
なので雷属性の敵に対して弱点がつけなくて困ってるって人は、もしかしたらアベンチリには弓の方が優先度が高くなるのかなと思ってます。そこら辺は手持ちとの相談になりますので気をつけておいてください。ということで性能面についてはここまでとなります。まあそれぞれ強いんだけど環境とかいろいろ考えるとっていう話ですね。それではガチャに関して注意点とか押さえておきたいところについてもお話をしたいと思います。まず読みについてです。読みに関してですが、読みを引く場合はモチーフが大事というところです。もうセットで引くぐらいの勢いでガチャを引くようにしてください。まず読みに関しては特殊必殺技となっており、デバフの付与が重要視されます。どれだけ回せるかというところですね。なので昇級などがいない場合はモチーフ依存度が上がりますので欲しいところとなります。時短も有効活用して残務を貯めたいというのがありますので、モチーフも意識しておきましょう。予備を引くなら本当それぐらいの覚悟はあった方がいいのかなと思います。続いてアベンジェリンに関してですが、ロビンが必要というところです。アベンジェリンは耐久だけでなく火力も欲しいというキャラになってます。もちろん耐久面に関してはバリアが張れるのでめちゃくちゃ強いんですが、火力と戦闘効率を求めた場合はロビンが必須になってきます。この理由に関してですが、育成がうまくいっていた場合、まあ、防御力4000超えで回心率も 3,40%、 回心ダメも 130% だったとしても火力は1万程度に収まることがあります。結構いろんな動画を見てみるとアベンチリンってすごいダメージが出るようなイメージがあるんですが、実際使っててこれぐらいです。でダメージが高い理由に関してなんですが、ロビンの負荷ダメージなどを活かして火力が上げれるようになってるんですよね。なのでロビンの負荷ダメージプラスアベンチリンのカウンターと回数、これが合わさることによってアベンチリンの火力が伸びるってことがありますので、結構ロビンの依存度は高いなと思います。いるいないで試してみるとダメージに大きな変化っていうのがありますので、その点だけは注意しておいてください。となってくるとモチーフ公演水とかの必要性ももしかしたら上がるっていう方もいるかもしれないですね。ダメージが意外と出なくてがっかりする人もいるかと思いますので、この点だけは注意しておいてください。ということでガチャについては注意となります。まあ、ユミとアベンジェリンどちらを引くかっていうところで今回比較をしていったんですが、まあ、個人的にはそれぞれ特化したものがあるのでできれば抑えたいというのがあります。特に雷属性のアタッカーに関してはカフカは持続編成となっていますし、軽減に関しても復刻がそこまで来ていないのでキャラを揃えるっていうのが難しい状況なんですよね。なのである意味雷属性のアタッカーとしては確保が難しい状況となっています。そういったところを考えると人によっては読みの重要度が高いという場合もありますので、今回の話が例外になるという人も出てくると思います。その点だけは本当に注意をしておいてください。あとアベンチリンが本当評価が高いところがありますが、個人的にはロビンがいてこそダメージが出せるというところがありますので、アベンチリン単体での火力にそこまで期待をしないというのも大事です。まずはそれぞれ属性と役割でトップクラスっていうのを抑えた上でガチャを引くような判断をしていってください。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。